うちの会社の小さい先輩の話第5話、寄り道して帰りませんか、見ていきたいと思います。熱出てたからさ、まあ、ちょっと遅れたけど見ていきます。よろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。久しぶりだ先輩、会いたかった。はい、それでは D アニメストアじゃなくって、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。1秒早い。大丈夫、12月だ。俺も今年のクリスマスって言った日曜日じゃねえか、くさ。こういう先輩いねえかな。いいな、かわいい、かわいい、かわいい。いいな。コスプレ？コスプレかな？もう一回確認しよう。今年のクリスマス24日クリスマスイブが日曜日で、クリスマスの25日は月曜日ですね。仕事入れてやる、絶対仕事入れてやる。でももうあれか、秋アニメの季節になるから、ちょっとどうするかはわかんねえや。まあ、なんもなかったら24に夜勤入れるのはあり。くそ、つまんねえ、ほんとに。でも、そういうもんじゃない。我々独身の社会人は。まず家族いる人たちを優先にするからね。でもクリスマスって手当出ねえんだよな。年末年始とか手当出るときは別に全然構わねえんだけど、クリスマスなんかマジで邪魔でしかねえ。手当も出ねえくせにさ、休みたい人は多いし、邪魔でしょうがねえ。彼女もいるわけでもねえし、仕事やんねえというな。本編開始。大悟はより道して帰りませんか。あら、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 エッチ。
似合うな。もう付き合えよお前ら。お前かわいいな。かわいい。最低だろ。やらせやん。やばい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 。付き合えよ。付き合っていいって。付き合おうぜ。かわいい。ほら、聞くな。だ。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かな。チャラすぎんか。
やめろよ。こら。やばい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 。震えている。回収している。もう付き合っていいんじゃない？目が。うわ。付き合ってんですよ。付き合ってんじゃない？付き合っていいよ。付き合おうぜ。あ、やばい。やばい。おい、バレまくっとる。いいな、あったかい先輩のこと。いいな、Bパート。篠崎くんは篠崎くん誰？すげえ。ドエッチすぎる。かわいい。かわいい。デートやん。
デートやん。付き合ってねえっつうのがおかしいやん。かわいい。くしゃみもかわいい。それはもう、それはもう、あ、クリスマス、うん、あらあら、え、先輩、お前も買ったんかい？ずっとおったな。
まだ知らなかったの。まだ知らなかったのかよ。こっちはこっちで。年なんぼだったっけ？年なんぼなんだろう。いやでもまだ全然いいんじゃない？これか。エンディングで来とるやん。これじゃね？これよりも違うかな。これじゃん。やっぱこれだ。これやったか。やべえな。今までで一番エッチな回だったね。喉が痛いよ、もう。ずっとエッチじゃん。なんなの？ああ、いいな。俺もこういうクリスマスを一回でいいから過ごしてもらい、過ごしたいな。なんか、付き合ってないけど、お互いに好きなんだろうなっていう年上の背が低い先輩と、こういうクリスマス過ごしてみたかったな。もう一生ありえない話になってしまった。無理だ。もう、間に合わない。無理だ。いいな。終わっちゃった。なんてエッチな回だったの。とんでもないことしやがって。はあ、許せねえ。信じらんねえ。今年のクリスマスどうやって過ごそうかな。なんもねえ。働いてやる。仕事してやる。楽しそうだな。こういうのやってみたかったな。いや、うちの会社に小さい先輩はいない。いない。あー、いいな。いいな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらにチェックもぜひ。ということで、うちの会社の小さい先輩の話、第1号は、寄り道して帰りませんか？でした。ありがとうございました。